はい、皆さんこんにちは、今日はですね、前回 PBM 広島東洋カーププレミアベースボールカードセット2017を動画の方で出させていただいたんですが、今日はなんと2018年バージョンが、発売されまして、ちょっと購入したのはね、ちょっと予約してその日にちょっと受け取りができなくて、ちょっとゴールデンウィークということでお仕事が忙しくてですね、動画の方を撮る時間がなかったので、今日撮影しております。まだね、中身の方は開けていません。すごい楽しみなんですよね、どんなカードが入ってるかどうか。こちらも一緒で、前回と一緒で1200セット限定になっております。表はこんな感じで、裏なんですけど、裏はね、こんな感じになってます。今回はね、なんかカード、レギュラーカードもすごいかっこよく感じて、かっこいくなっているので、すごいちょっと楽しみですね。インサードカード、大瀬良、野村、田中、菊池、丸、鈴木誠也ですね。サインカードね、何が入ってるか分かりません。では開けてきていきたいと思います。すいません、ちょっと片手で。パカーン。おー、これは前回と一緒ですね。前回と一緒で、マツダスタジアムね、やってください。ではでは、ではでは、なんかね、前回もね、これすぐパカッとやって閉めないとなんかね、見えちゃうパターンですからね。よし、取りました。ではでは、行きたいと思います。よいしょ。こちら、岡田監督ですね。やっぱかっこいいですね、今回のレギュラーカードは。すごい。なんかいいですね、キラキラで。厚みがあって。わ、今回のなんかいいですね。前回と違って全然かっこいいです、めっちゃ。これは、ですね。クリスマスですね。クリアレンジでしょ。かっこいい、かっこいい。めっちゃかっこいい。今回のミッチェリーの大瀬良投手、いいですね。前回よりはるかにかっこよくなってます。お、素晴らしい、素晴らしい。野村投手、お、岡田投手ですね。カードでしたら全球団欲しいですね。中だけ欲しい。お、岩渕君、岩渕君ちょっと頑張ってほしいですね、今年ね。去年あんだけ頑張ったんですけど、ね、ちょっとコントロールがね、続かないので、日本で調整になってましたね。おっと、こちらは中村、あ、中田。スマイル映ってますね、ジャクソン。今回なんかすげえ豪華な感じしますね。お、中村投手、中村優太選手。なんかさっきピタッと見ましたけど、お、これは誰だ。お、野村くんだ。野村くんのカードが出ましたね。200分の35、野村優介。野村君結構出やすいかな。前回も野村君でしたね。半分が割れました。
まあ、いきたいと思います。あ、今回全部入ってるんだな。はい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 、前はね、一番下だけね、いいカードが入ってたんですけど、今回全部入ってるみたいですね。よし、ちょっとこれは誰だ、中村選手か。おー、ルーキー中村翔成選手、ルーキーに入ってますね。かっこいいな、今回はいいぞ。お、ライザー翼選手ですね。お、石原選手。お、石原選手もね、そろそろ引退する可能性もあるんで貴重でしたね。お、田中選手かっこいい。今回のカードめちゃくちゃかっこいいですね。お、阿部選手。お、堂林選手ですね。ヘルドレッド選手かっこいいな。お、西川選手かっこいい。今回はずっと俺の中ではもうすごい最強に気に入ってますけど、丸選手。お、丹羽選手ですね。松山選手、選手、次は鈴木誠也選手。お、最後ラスト、さあ誰のサインいるでしょうか。じゃん、29。あ、ケムナ選手、ケムナ誠選手のサインですね。ルーキーですね。シリアルナンバーが20の4となっております。サインは本物の直筆ということで証明いたしますということで、ケムナ投手のサインでした。これは貴重ですよ。これからの選手の、ね、活躍することを期待しましょうということで、サインはケムナ誠投手ですね。機会があれば、どんどんカードの方を購入していきたいと思います。どんどん買わせていただきます。1200限定でしたね。予約しといたので買いに来ましたけど、主力の選手もね、ちょっと1回ぐらい当ててみたいんですけど、なかなか運がなくて、今回はレギュラーカードすごくかっこいいのですごい満足ですね。はい、という動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。ではでは、またお願いいたします。じゃあまたね。さよなら。